どうも、なっちゃです。もう今日は快晴です。もう暑いぐらいですね。せっかくこんなに天気がいいんで、庭でちょっと飯を食おうかなっていうことになりまして、ちょうどここの、八重桜も花がついて、で家の裏の桜も満開ちょっと過ぎたぐらいまああまりにも暑すぎるんで、ちょっとそこに、タープというか、布を張りました。せっかくなんでね、なみちゃんとなほりちゃんも出てきて、外でちょっと、ゆっくりできたらいいかなと思ってます。まあ実はうち、動画にはしてないんですけども、結構な頻度で庭で焚き火をしたついでに何か作って食べるみたいなことをやってて、ちょっとこれから先はなんかせっかくなんでそれも動画にしようかなって思ってます。もうこれ田舎暮らしならではというか、街の中ではなかなかそれできないことなんで、そういうのもなんか田舎暮らしの楽しみ方というか、そういう風に思ってるんで、これから先はなんか庭飯用の道具とかそういうのもちょこちょこ揃えていったり、ピザ窯があるんで、まあ、ピザ窯付近になんかこう便利なものを作ったりとか、そういうのもこれからちょこちょこやっていきたいなと思ってます。全然大した料理じゃないんですけど、ただ庭で飯を食うっていうだけなんで、こんな暮らししてるとキャンプに行ったりとかってすることないんですよねもう逆にめんどくさいんで、もう庭でそれだったら雰囲気味わうっていうことを、まあ、エビノに来てからはやってるので、今日もちょっとそこで火を起こしてフライパンをかけて何か作って食べたいと思います。ではやっていきます。今日はですね、ちょっと椎茸を使って何か作ろうかなと思ってるんですけど、椎茸がしゃ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 こうなってるんですよね、ここにほらちょうどいい大きさのやつが、パッと見た感じ5つぐらいあるんで、ちょっとこれを取りたいと思います。はい、椎茸もぎたて5つ、これを使いたいと思います。はい、では、準備をしていきたいと思います。今日はあの椎茸のアホ焼きを作ろうと思ってます。まあ、アホっていうのはスペイン語でニンニクなんですけど、ちょっとアヒージョに似た感じでしょうかね。うん、なんか椎茸いただいたりとか、椎茸こうやって取れた時には、あの結構椎茸のアホ焼きをうちはよくやるんですけど、今日はちょっと外でやってみようかなと思ってます。まあ椎茸だけだとちょっと少ないんで、鶏肉を一緒に入れて、まあ適当になんか味付けしてご飯と一緒に食べるって感じです。じゃあ準備していきます。
ちはニンニクよく好きで食べるんですけど、実は妊娠中にナミちゃんがニンニクの匂いが全くダメになって全然食ってなかったんですけど、だから最近また復活ですね、ニンニク。嬉しいですね。ナミちゃんも元通り食べれるようになったんで良かったですけど、やっぱああやって妊娠中って変わるんですよね、不思議なもので。せっかくの大量に入れます。で、椎茸適当に切ります。椎茸の駒打ちされた原木を4本か5本2年ぐらい前にもらったんですよね。そしたら今年になって出てきたっていうなんか多分クヌギの木を切ってからなんか乾燥させてとか、なんかそうちょっと寝かす時間があるんですけど、なんかそれをなんかうまいことやらんかったかなんかでなかなか椎茸が出てこなかったんですけど、忘れた頃ぐらいに椎茸がポコ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 鳴り出して、まあ、5本もああいうナバギがあればもう2人ではもう食べきれないぐらい出てくるんで、今一生懸命食べてます。はい、じゃあ準備適当にしたんで、今から火をつけて料理していきたいと思います。普通の油とオリーブオイルを1対1ぐらいで混ぜます。これだけでうまそうこれだけでうまそうだけど、ここにさらに椎茸、最近ハマってる岩塩を入れます。めちゃめちゃうまそう。じゃあちょっと火が強すぎてニンニクが焦げたな。ここにちょっとだしを入れます。うちは結構ペースト状の中華だしみたいなのを水に溶いて火入れます。パセリ、はい、材料を切り出してから出来上がりまで10分ぐらいでできましたもう食えますね、うまそう。はい、じゃあお花見いただきます。いただきます。はい、はい、こんな感じです。エビノの日の光、培養茶椎茸のアホ焼きで、残りのスープです。で、ナホリちゃんです。どう？気持ちいい？ナホリ。ね、気持ちいいね、ねここね。いいでしょ？よしよしよし。はい、じゃあいただきましょう。味見はしてません。食ってみてください。うまい。
あ、意図的じゃないけど、うん、焦がしにんにくになってる。いや結果おらんやろ。美味しい。だから全体的に黒いやろ。うん。でも美味しいわ。うん。楽しいね、外はね。はい、ということで、すっかりお腹いっぱいになりました。あったかくて花も咲いてて、もうほんとピクニックみたいな庭飯。僕ら結構庭でこうやってご飯食べることはちょこちょこあるんですけど、まあこんだけ天気よくって名残も外に出れそうだったら、まあ、これからねちょこちょこねこうやって庭飯やってる様子もちょっと動画で配信していこうかなと思いますんで、次は何を作ろうか、次は何を作ろうかっていう、うん、そういうのちょっと楽しいな、うん、で今日 のアヒージョなんかは結構他の野菜でもできたりするし、うん、こちら大好きだから、うん、またちょっと考えてやってみたいと思います。もうネカブチョじゃない、まぶしいちゃうか。ちょっとね、はい、ということでゲリラ的にちょっと庭飯をやってみましたが、今後もですね、まあ、こういうのはちょっと引き続きやっていきたいなと思います。今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。